こんにちは、泡包みシャンパンマニア代々木店の大谷です。当店はモエアンペリアルを中心に100種類以上のシャンパンと餃子を楽しんでもらうお店になっております。今日は夏向けにトマトソースを使った3種類の料理をご紹介させていただきます。まずは岩塩を、塩を入れるとすぐ水分がどんどん出てくるので、ちょっとこの水分を活用したいと思います。そしてニンニクですね。香りが、萌えの香りが飛んじゃうのでちょっと控えめに。あとはバルサミコはお好みで、酸っぱいのは苦手な方は蜂蜜でも構いません。最後にオリーブオイルですね。茹でたパスタ、茹で時間の表記より、2分30秒から3分の間オーバーして茹でてください。それにトマトソースをかけましょう。塩を入れてるのでどんどん味が変わっていきます。だからその時に、調節してください。盛り付けたいと思います。盛り付けのポイントは、食べやすそうに、涼しそうに。今日は大葉を用意してますが、これがバジルでもよろしいし、みょうがとかでも、ミントとかでも大丈夫ですね。冷凍のイカを、そのまんまボウルに入れて、イカとかタコはちょっと火入れが難しいので30分ないし15分、ほったらかしで、前の晩残ったお米を1回水で洗っております。洗った後におしぼりか何かでギュギュッと思いっきり、そしてここに先ほどのソース、これもやっぱり味がどんどん変わっていくので、味見をしながら、それではあとは詰めていきます。詰めるのはもうとにかくぎゅうぎゅうに詰めていきましょう。で、通常のイカよりかは柔らかく仕上がっているので、包丁の重さだけでなるべくカットしましょう。野菜の方に味がしてないので、ね、同じドレッシング、またはこれはドレッシングはもう家庭にある出来合いのドレッシングで全然構いません。塩をします。で、一般的に表面をカリカリにするのは魚とか肉とか難しいって、皆さんおっしゃるんですけど、冷蔵庫の中で一晩、ラップをせずに皮を上にしてほったらかしにしてください。そうすると皮面の水分が飛んで、焼くときはカリカリに仕上がります。片面を、やや強火で5分くらいですね。その後中火で3分、残りは弱火で2分、焼いてます、はい、焼いたままの肉のうまみが出てるので、そのままこの上で焼いていきます。こちらをお肉にかけていきます。あったかいの肉と、冷たいソースですね。これがまた夏には食欲をそそります。そしてお好みで赤玉ねぎもしくは玉ねぎなどあると歯ごたえのシャキシャキが出てさらに美味しくなります。今日の料理はいかがでしたでしょうか。トマトの酸味とモエアンペリアルは非常によく合うので、ぜひご家庭で試してみてください。